こんにちは、柴田です。今回はクール G のテレキャスタイプのレビューになります。こちらのクール G なんですけれども、認知度はですね、めちゃめちゃ高いですよね。ギターやってる人で知らない人はいないんじゃないかっていうぐらい認知度が高いギターブランドだと思うんですけれども、まあその理由としてはですね、島村楽器さんのオリジナルブランド、島村楽器は全国各地にあって、まあそこに置いてあったギターなので、認知度はめちゃめちゃ高いんですよね。置いてあったというのはですね、現在は製造が止められております。生産終了ということで、徐々にですね、このクール G 値が上がってきてるんですよ。まあその理由はですね、こちらの動画でお話しさせていただいてるんですけれども、作っているのが不次元、そうフェンダージャパンをですね作っていたあの不次元が製造しているということで、作りはねめちゃめちゃいいです。何がいいかっていうと、やっぱネックですね。ネックがねかなりいい。特徴としてはですね、この CFS サークルフレッティングシステムというものを不次元が開発して、それが取り込まれているんですけれど、それもさることながら、このねネック自体がね普通にめちゃめちゃいいです。何がいいかというと、もう丁寧ですよね。もう全然バリもないし、フレットもスベスベだし、シェイプもね非常に心地いいです。 U シェイプっていうのかな、若干丸みがあって少しだけ太い感じなんですけれども、やっぱりねこれぐらいの太さがあった方が鳴りもいいんじゃないかなと思います。いや本当にね持ち心地が最高のネックです。メイプルのネックにローズウッドの指板、そしてボディはアルダーです。しかもこの高級感のあるバインディングというところで、定価はね68,000円。ボディもしっかりとした作りになっていて、このバインディングがあるんですけれども、エルボーカットになっていると、ここがね斜めにカットされてるんです。そしてコンターの加工もあるので、持ち心地というか、こう抱えた時の心地はですね、ストラトのようなですねフィット感、滑らかさがあります。全然ストレスのない抱え心地で、ここヒールもカットされているので、ハイフレットも弾きやすいと。演奏性や弾き心地までもですね計算され尽くしたこの不次元の作り、素晴らしいですね。通常ピックアップはオリジナルのものがついてるんですが、これはですねダンカンの STL-1 に変えております。ボディやネックが非常にいいので、このあたりのね伝送系をカスタマイズして自分好みに変えていくっていうのはね非常に面白いんじゃないでしょうか。それでは音を鳴らしていきたいと思います。